ランジュちゃんや部のこと、すっかり広まったね。改めてだけど、学園のみんなはこんなにも受け入れてたのよね。だからこそ、ランジュさんとはちゃんと話したいよ。ねえ、部のファンの子たちにお願いできた？あのさ、ランジュと会えたとして、あのランジュが素直に話を聞くと思う？聞いてくれない？ランジュがその気にならなきゃダメだよ。確かにそうですね。逆にその気にさせたら、ランジュなら黙っていられないと思います。なら、どうやって？スクールアイドルとしてのパフォーマンス、じゃないでしょうか。そうですよ。あのライブで聞こえたのは、もっとここにいたいって思いだもん。なら、僕が作る。ランジュが望んでたもの。ランジュ、アイとカリンのユニットのこと、すごい褒めてたんだ。あれって、羨ましかったんじゃないかな。高め合う二人が。そういう曲を作るよ。それって。いいじゃん！どんな曲になるんだろう？ちょっと、いくら僕でもそう簡単にできるわけじゃないよ。ただ、誰がセンターになるかわからない。挑戦的な、曲の中で競い合うようなものにしたい。いいわね。聞いてるだけでワクワクするわ。あのさ、これは僕のわがままだけど、お願いがあるんだ。この曲は、ランジュとしおりこと僕で歌いたい。え？部が立ち上がった時、僕は全然わかってなかったんだ。つまらないローカルな文化に付き合わされてるって思って、うんざりしてた。部員の自覚もなかった。最初から、もっと真剣にやればよかった。真剣にやってたら、愛の合同イベントだって、校内オーディションだって出られてたはずなんだ。僕は始まりを無駄にした。だから、もう一度ちゃんと始めたい。ランジュが選んだメンバーに、ちゃんとなりたいんだ。ミヤさん。ランジュ。今の言葉を聞いたら大喜びしそうね。任せたよ、ミヤチ、シオッティ。あ、うん。愛とカリンの思い、みんなの思いも全部曲に乗せる。期待してて。このパンケーキも食べるのは最後ね。本当に帰るつもり？ええ、本当よ。だからカオル湖には行っておこうと思って。カオル湖のイベントにランジュはもう出られないわ。残念ね。けどボーマンだよな。虹学には素敵なパフォーマンスをするスクールアイドルがたくさんいるもの。あんたまたそうやって大人ぶるわけ？ぶるも何も、ランジュは大人よ。だからランジュに合う大人の世界で生きていくだけ。ランジュにはきっとそれしかできないから。ランジュは特別だからね。じゃあね、カオル子。いつからそんな悲しいこと言うようになっちゃったのよ。特別って言葉の本当の意味、あなたが思ってるものとは違うんじゃない？だって、あなたはここに特別を見つけたから来たんでしょ。